こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今日はね、いっぱい話あるんですが、何から話そうかな。まずはボディービル212からいきましょうか。キーオン・ピアソン、彼はあと4週間後かなに行われるシカゴプロで、まあ、連覇を狙って大会に出てきます。今年こそオリンピア決めてオリンピアに出てくれることを、まあ、願っているんですが、そんなキーオンですね、最近の体アップデートしているんだけれども、オフの時もかなりでかいんだけどさ、絞れた今も胸だったりとか肩のボリューム丸みっていうのは昨年優勝した時よりもさらに成長してるんじゃないかなと。なのにウエスト、彼の持ち味であるこのウエストの細さとかタイトさっていうのはしっかりと保たれてるのかなって思います。あとはまあ下半身だったりその辺がどう進化してくるかによって今年のオリンピアでの順位が変わってくるかなと思うんですが、まあ、オリンピアトップ5も全然あり得る体プロポーションしていると思うのでめちゃんこ楽しみで、昨年2位だったカマル・エルガルニですね、まあ、ちょっと前なんだけど、15週間前ということで体をアップデートしました。カマルに関しては、まあ、何回か引退を考えたっていうこともあって、ただまあ今年もしっかりと出てきて、優勝奪還を狙ってくるということで、まあ、ショーン・クラリダだったり、今年は特にデレク・ランスフォードの進化が半端ないから、まあ、優勝できるかどうかは分からない。正直デレクが、まあ、ハニー・ラモトの下でかなり改善してきているから、デレク・ランスフォード今年は硬いかもしれない。まあ、そういう意味ではショーン・クラリダも連覇できるかどうかっていうのは非常に難しいところだと思うんですが、まあ、ボディービル212ね、山岸さんはちょっと分かんないけど、まあもう目白押しでございます。そして目白押しで言うとですよ、アーノルド・クラシック、おはよう。ここですね、めちゃくちゃビッグニュースじゃないですか。めちゃくちゃ嬉しいビッグニュースじゃないですか。皆さん、ローリー・ウィンクラー、そしてニック・ウォーカー、ニコラス・ウォーカーがアーノルド・クラシック・オハイオ出ることを決めました。今年のアーノルドね、9月に行われる方です、来年じゃなくて。ただでさえセドリックが出る、セルジオ・オリバジュニアが出るとか、まあ、他にもいろんな選手出てくるっていうのですごいネームバリューだね。今年もウィリアム・ボナックも出るしね、っていうところでローリー、そしてニック・ウォーカー、もう新旧マスモンスター対決。まあ旧ってローリー・ウィンクラーが言うのはおかしいか、まだ彼は今もね君臨している最上級のマスモンスターですけど、まあでもさ、新旧って言ってもいいんじゃないですか。マスモンスター対決も見れるわけですよ。めちゃくちゃこれは嬉しい。ローリー・ウィンクラーやっぱり出てきてくれたねっていうのはまずありますね。毎年結構ローリー・ウィンクラーはオハイオには出ていて、まあコロナだったりとか、まあ精神上の問題とか、まあそういうところで辞退することはあったけど、でも基本的には毎年出てたんですよ。で、今年もしっかりと出てくれますね。もう絶対招待はされてると思ったんですよ。だから今年に関しては断っちゃったのかなって思ったんですが、出てくれます。そしてニック・ウォーカー、今年オリンピア決めてる彼がオリンピアの前に出てきます。オリンピアの2週間前とかだからコンディションもかなりいいだろうし、まあ、優勝も全然あり得るかもしれない。オリンピア前にウィリアム・ボナックとかトップ選手と並ぶニック・ウォーカーも見れるから、まあ、そういう意味では優勝もあり得るし、今年のオリンピアでの彼の立ち位置っていうのも、まあ、見れるんじゃないでしょうか。もちろんまあ2週間あるからそこからだいぶ改善はされるとは思うんだけど、全員でもめちゃくちゃ楽しみ、すごく楽しみ。アーノルド UK はまあ姉さんでアシャが出るっていうので楽しみだけど、まあ、選手のラインナップ的には正直姉さんかリーガン・グライムスぐらいじゃないですか。まあ、あとはオレ・クリスチャン・バーガーとかいるけど、でもおはようね、本当に嬉しいです。皆さん、ローリー・ウィンクラー、ニック・ウォーカー、どうですか。アーノルド・クラシック・オハイオ、どこに入ると思いますか。まあ、ローリー・ウィンクラーに関してはこの後の大会、シカゴプロなのかタンパプロなのか、それともヨーロッパの大会なのか、まあ、どこで今年のオリンピアを狙いに来るのかっていうのがまだ分からないんだけど、まあ、そっちはそっちで楽しみだし。で、次の話はカイ・グリーン。カイ・グリーンが最近自身の体をアップデートしました。本当に直近、昨日とか一昨日のカイ・グリーンなんだけど、まあ、ボディービルポーズっていうかクラシカルなポージングをしております。カイ・グリーンは本当にずっとコンディションを保っていて、ただまあ一つの一番大きい理由としては、まあ、彼がインフルエンサーだから俳優もやってるし、彼の絞れてる体っていうのが商品になってるから、まあ、体を維持してるっていうのが一番大きな要因だとは思いますが、やっぱり一番みんなが見たいのはボディービルのステージの上じゃないですか。まあ、わかんない、映画の中かもしれないけど。で、カイ・グリーンは今レッドコーン1と契約しているんだけど、噂によるとこのレッドコーン1との契約時にボディビルのステージに復帰するっていうのが含まれているっていう話もあるんですよね。ってことであれば、それが今年実現されるんじゃないかっていうところでございます。で、まあ、カイ・グリーン本当に昨年ぐらいからショーン・クラリダにポージングを教えていたりとか、今年で言えばブレッシング・アワディブにコーチングとかトレーニングパートナーとして一緒についていたりとか、現役の IFBB プロとかなり深いところまで関わってきたりもしているので、そろそろ現実的にオリンピアが、まあ、どこか復帰するんじゃないかなと。オリンピアのトップとか IFBB プロのトップも彼にコンタクト取ってるしね、本当に楽しみですが、皆さんもしこのカイ・グリーンが、まあ、絞って大会に出たらオリンピアどこに入ってくると思いますか。まあ、個人的に正直
まあ、二頭はすごいし下半身も太いし肌も丸っこいしコンディションいいからあれなんですけど、まあ、バリバリに絞ったとすると、まあ、どうだろう、トップ10には絶対入ってくると思うけど、トップ5争い入ってくるかどうか、まあ、その辺はねちょっと怪しいんじゃないかなって思いますが、でも本当にカイグリーンがもし出るのであればめちゃくちゃ盛り上がるオリンピアになるんじゃないかな。あとはショーン・ローデンがいつ帰ってくるか次第だと思います。ということで、本日はですね、まあ、ボディービル212すごいよねって話と、アーノルド・クラシック・オハイオ、これが一番でかいけどビッグニュースがありました。カイグリーンが、最近の体アップデートしていて、まあ、今年復帰するかどうかわかんないけどめちゃくちゃかっこいい体してるよねっていう話をしてきました。今日最後の話は、まあ、ちょっと悲しい残念なお話です。ボディービル212オリンピア2018の時に11位という順位を獲得して、前昨年ねめちゃくちゃすごい体でオリンピア決めて上位入ってくるんじゃないかって期待されていたニコラス・ブリウードっていう選手がまあいるんですけど、非常にまあ身長高くないんだけど、もう筋肉一つ一つが丸っこくてね、腕がちょっと短いのか、まあ、その辺も特徴的な選手なんだけど、めちゃくちゃとにかく昨年でかくて絞れててっていうので本当に期待されていた選手でした。ただまあコロナ状況下で大会に出ることを断念した、まあ、ニコラスですね、ボディビルを引退することを発表したみたいです。まあ、ボディビルを引退っていうか IFBB プロを引退することかな。まあ、2018年彼がオリンピアに出たぐらいの時からいろいろ考え方がね変わってきたみたいなんですけど、でまあ昨年コロナでまあ思うように大会にも出れないし、まあ、トレーニングだったり食事だったりっていうのも思うようにできなくなってきたところでも本格的に今の考えっていうのが固まってきて、今年ですね、まあ、昨年のところではまだ今年出るかもみたいな話はしてたんですけど、引退を決意したみたいです。ニコラスって多分2017年ぐらいからプロの大会出てると思うんですが、で2018年大会で初優勝してオリンピア初デビューって感じだったんだけど、フレックス・ルイスが最後のオリンピアだよね、2018年だと。引退した時のオリンピアでニコラスはオリンピアデビューをしていたわけなんですけれども、まあ、今後の人生ですね、まあ、ボディービルだけではない、ボディービルを終えてからの方が長い人生、これはまあハンター・ラブラダも言っていたことだけれども、まあ、そこを考えて健康のためにも、退くというところで、まあ、やっぱりオープンボディービルでもボディービル212でもクラシックでもメンズフィジークでもやっぱりプロの世界って体にかかる健康的な負担ってものすごく多くて、やっぱ寿命を縮める可能性も大いにあるってなった時に、まあ、30、40でキッサー・ジャクソンだって50歳ってところでもって、そこからまだ何十年も人生ってある、そこを考えた時に、まあ、引退した方がいいんじゃないかっていうところがあったのかなと思います。だから本当ね、個人的には今年ちょっと楽しみにしていた選手ではあるので残念なんですけれども、まあ仕方ないですね。少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムもやっているので概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャ。